小賀国道、小賀国道天保7年9月16日は、江戸時代後期の趣旨学者、佐賀藩年寄り、小賀整理の長男は藤、意名縄等字は、広司教、郷は、国道。陽名は文太郎。通称は、慶一、太郎右衛門、一座衛門、修理、藤馬。父の号の由来としても知られている佐賀の成功時の邸宅に生まれる。父が、幕府から、 小平校の学館に任じられると、その後追いかけて、完成9年に、江戸に出て、父の下で学び、芝野立山、美藤二州からも教えを受けた。7年ほど江戸に滞在した後に、佐賀に戻り、文化3年を校行動館の教授に任ぜられる。この年半種、鍋島なりなおに対して意見書、学生関係を提出し、教育予算の拡充のみならず、学問に励まない。 藩士や僧侶の処罰、儒学以外の医学や蘭学の振興の必要性を訴えた。文政2年、聖史テーマールの即答に任じられ、江戸において聖史の教育にあたり、文政6年には江戸詰藩士の教育機関として秋吉堂を設置した。天保元年、直政が藩士を継ぐと年寄り相談役に任じられ、佐賀に戻る。翌天保2年直政に検書。 住急封事を提出した。この中で、反省改革の基本を、人災の登用、金券の奨励、三病の除去であると論じた。三病とは、反死に横行する、時、優柔不断、負け惜しみを刺し、さらに改革を阻む障害として、葉隠れ一巻にて、今日のことずぶんことたるようにと論じて、葉隠れ崇拝して、その他の学問を停止する佐賀藩内の風潮を、 批判している。当初は保守派の抵抗によって改革は困難を極めたが、天保5年の佐賀城の火災をきっかけにして、反省改革は急速に進み、医学館の設立、弱皿上級過信指定の行動館出資義務などの教育改革が実施された。だが、病気がちであった国道は改革半ばで病に倒れ、59歳で死去した。父、 生理を尊敬して、午前4時には起床し、弁学に打ち込んだと伝えられている。その一方で、父と異なって、朱子学以外の人種とも積極的に交流し、父が偽学者として球断した、陽明学者の来山陽や空来学派の亀井、昭陽とも親しく交際し、特に山陽の文際を高く評価している。さらに乱学導入の必要性を早くから唱え、 鍋島直政が西洋技術を佐賀藩に積極的に導入する素養を育んだ人物でもあった。ありがとうございます。